ずらしっていうんですけれども、これからその作業をしていきたいと思います。これがですね、鉢上げしてからの10日ぐらい経ったミニトマトですね。順調に鉢上げができてですね、すくすく成長して随分大きくなってきたところです。で、これはですね、このまま置いておくと今も葉っぱがですね、隣同士重なり合ってきていて、風通しが悪くなってきてですね、まあ、あるいはその隣同士で光を奪い合ったりっていう条件にあるので、いわゆるもやしのようなですね、あまり丈夫でない苗になってしまいます。なので、これを広げてですね、一個一個の苗が丈夫に育つような作業をしていきます。で、これをずらしっていうんですけれども、これからその作業で、今ですね、ずらしの作業が終わって、まあ、ここがうちが今年植える全てのですね、トマトの苗になります。今年はですね、全部で6種類、まあ、ミニトマト、まあ、ミニトマトの中でも、まあ、黄色かったり赤かったり、あと緑色だったりとか、まあ、色が違ったりだとか、あと大玉トマトに中玉トマトなんていうのも育てています。で、全部でですね、500ぐらい今苗があって、すべて10.5センチポットっていうやつに鉢上げをしています。で、おそらくこれからですね、2週間から3週間後ぐらいに植え付けを迎えてですね、6月半ば以降ですかね、に本格的な収穫が始まるというふうに考えています。